はい。皆さん、毎度毎度。前回からの続き、何すんのかなはい。修正しそうな手つきだね。これ、こちら側長かったからね。見た感じ、5ミリぐらい長かったよね。5ミリ長いからって5ミリ切っちゃダメよ。3ミリも切りは十分だからね。これ今、どのぐらい切る膝の先端を髪の毛に5ミリぐらい突っ込んで、チョップカットでちょっと落としてるね。耳の後ろあたりをちょっと切って、これから今度前の方に切ってきて、これ長さがどう変わるはい。正面から見てみましょう。ちょっとカメラ目線が高くて、長さわかんないね。これじゃね。 だけど、左サイドは長そうだね。まあ、ウィックの右側ってことでね。はちょっと長いね、これね。今、手でひんまけてごまかしてるけどね。なぜか、じれったいカットの仕方だね。はい、ちょっと、早、は、く、い、切れよ、お前、ほら。切るか、もうちょっとウィックを。うん、ちゃんと、あ長い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 。どこ見てんだ、お前。早く見て、切れねえ、じれったいねえ。結局、これでね、深追いしないで、もうカットしなかったと思ったよ、確かこれ。 なぜ切んなかったのかちょっとわかんないね。はい、今度目線下げるとまだまだどこ切ったんだよさっき全然長さが合ってねえじゃねえかよみたいにね。カットはね、あまり深追いしないのがいいよね。最後の最後までね、多少の長さの違いはね、目つぶってどん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 カット仕上げてってね、アイロンかけて仕上げて、で最後の最後にちょっと直していくっていうのこれ、最後直したかどうかちょっと記憶ねえな。直してなかったらまた、この、その直す動画ももう一本作るけどね。 切ってるね、美容師には見えない。動画ではよく見えると。多分、切ってる美容師さんは目線が高いからだと思う。斜め上から見てるとね、この首周りの横の長さっていうのが見えないんだよね。まあ、カットするときはね、腰を落として、特にこういう肩のう上のボブカット狂ってんのが丸出しだからね。程よい癖でもあればね、すぐごまかしたけど、癖もないからね。はい、こうちょっとブロッキングしてアイロンかけていきます。こういうカットの後のね、 仕上げはね、イリュージョンみたいにね、手早くさっさとやんのがいいやね。あんまりね、バカ丁寧にやるとね、私そんなアイロンの描き方できないわってお客さんが不安になるからね。まあウィックだからね、結構雑にやってるけどね。実際の営業でもね、この,このアイロンつうのは料金取ってるわけじゃないからね。まあ半分サービスみたいなところがあるからね、もういかにさっさとやって簡単にやって毛先だけやって終わらせるかね。はい、根元ね、パーマかかってんのかな、このウィックはね。ちょっとうねってるけど、こんなの気にしないでね、毛先だけ曲げときゃオッケー。OK? 実際お客様がね、家帰ってね、そんなね、根元からアイロンなんかかけるわけねえんだから、毛先だけちゃっちゃとね、ブロッキングしもしないでね、アイロン通して終わり。 そんでもって内負けにしてね。はい、出かけるは私なんでね。仕事前で忙しい方なんかはね。多分表面だけしかアイロンかけてないんじゃないか。襟足の毛なんかもうアイロンかけると火傷するしね。おそらく家庭の手入れっつうのはもうアイロン温めて1分ぐらいで終わらせてると思うよお客様っつうのはね。1分2分アイロンかけて終わり。忙しい方ね。高校生中学生なんかね。まあ、30分も40分もやってる子もいるかもしれないけどね。ぬるいアイロンでね。 でもドライカットでね、こういう風に最後にアイロンかける、こういうのはね、本当にあっという間に終わらせたいよね。もう何秒かで、もうちゃっちゃとやって、はい、イリュージョンのごとくにお客様がね、もうアイロン終わっちゃったのみたいに、そのぐらい早いね、感じでかけたいよね。 今回のこのカットはね、最初にもう、前々回にアイロンかけた状態を切り直ししてるから、アイロン最初にかけなかったけどね、中高生、高校生ね、宿毛矯教生かかっているような方はね、最初にアイロンでちょっと内巻きにしてからカットした方がね、簡単で切りやすいかな。はい、ちょっとね、アイロン難儀してるね、こっちが変な癖が出てね、うまくかかってね、俺、なんか、かければかけるほど変ななっちゃうね、アイロンがね。 こういうのはね、営業中、致命傷だね。もっと優柔のごとくにね、パッてやって一回で終わらしたいよね。はい、今日はここまでお疲れ様でした。